東芝の不適切な会計処理を調べている第三者委員会は今日調査報告書を東芝に提出します。1,600億円規模の利益のかさ上げがなぜ起きたのか判明します。第三者委員会は50人近くから事情を聞き、田中久男社長と前任の社長だった佐々木則夫副会長らが営業利益のかさ上げを促すかのようなメールを送っていたことが判明しています。 報告書には、メールの内容や必達値という言葉で利益の目標達成を迫る議事録も添付する方針です。問題の会計処理について、第三者委員会がどこまで意図的と認定するかが焦点です。東芝は今日夜報告書の要約版を公表し、明日、田中社長が記者会見で責任問題などを説明するものとみられます。